はい、お疲れ様です。今回はこちらファイファインさんからファイファイン AM8T こちらをご提供していただきました。なので早速レビューしていきたいと思います。あ、そうそう、最後に大事な告知あるから、スキップせず見てね。それでは本編レッツゴー。では早速、こちらが AM8T で、これね、マイクとアームセットになってるんですよ。接続ケーブルとアームスタンドとマイクが入ってます。で、これね、高いと思うじゃん。安いのよ。このセットで1万円ぐらいで買えちゃいます。そしてね、性能がいいのよ。普通にね、アームとマイク別々で普通売ってると思うんですけど、そうなるとまあマイクがちょっといいの買うと1万円ぐらいして、マイクアームをね、それで別で買うとすると1万5、6千ぐらいはねかかっちゃうと思うんですけど、このファイファインのマイクアームセット1万円ぐらいで買えちゃうの。安くない？普通にね、これね、提供してもらった時ね、安っと思ったのよ。でね、この動画を見てね、まあ提供してもらいましたって言ったんで、案件でレビュー動画作ってるんでしょって思うかもしんないんですけど、俺この案件が来る前に俺使ってるんですよ、ファインファインさんのね、このダイナミックマイクね、もともと使ってて、やっぱり性能がいいんで今回ね受けさせていただきました。あと画面がめっちゃ揺れてるかもしんないんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、テーブルに繋がっててめっちゃ揺れちゃいます、ごめんなさい。引き続き見てください、このままよろしくお願いします。それではどういったマイクなのか紹介していきたいと思います。まあ、まずね、簡単にデザインはこんな感じです。ちょっと見切れちゃってますが、はい、長方形のような形のスリムな形ですね。そして USB と XLR 接続端子がどちらも使えます。そしてふわふわなポップガード、裸にすることも可能です。失礼しました。はい、このね、3つのつまみかボタンかあると思うんですけど、上から RGB 機能がついてます。 RGB 機能っていうのは装飾、光る、みんなが大好き光る色を変えられるぞ。おい、ワンタッチいくよ。こうなります。はい、これみんな大好きだろ。ほら、これ押すだけで変わるぞ。ほら見ろ、押すだけでこんな色変わるぞ。大好きだろ、こんなきらびやかしたの。みんな、俺も好き。こんな感じで変わります。でね、裏もね、タッチ式になってて、押すだけでね、ミュートになるの。やっぱり配信者なるもの、放送事故は避けたいですよね。で、このつまみがこのマイク自体でね、聞くこともできて、音声をそれをね、調整するつまみです。で、この上がマイクのボリューム調整になるんですけど、今回ね、このマイクを使いながらレビューをさせていただいてます。めちゃくちゃクリアじゃないですか。このね、つまみを調整するとボリューム調整もできるので、このままやっていきたいと思います。みんな音量には注意だ。いくぞ。どうですかね。こんな感じで音量を調節することができます。そしてね、この画像にある通り PC でやられる方はキーボード、マウス使うと思うんですよ。カチカチ音が音声に入るの苦手な方いませんか。俺ちょっとわりかし苦手な方なんで、こういったね、ノイズを遮断してくれるマイク、めちゃくちゃいいっすよ。
いや本当にめちゃくちゃいい、冗談抜きに。何がいいかって、それこそ外の騒音とか、まあキーボードマウスのカチカチ音もそうなんだけど、やっぱり近隣がね、まあその環境もそうだけど、うるさい場合が多い人は特にこういったマイクを使うといいかなと思います。何が対応してるんですか？どういったものが対応してるんでしょう？こんな感じです。 PC、 ノートパソコン、 PS4、 PS5、 ミキサー、オーディオインターフェースに対応しております。はい、そしてね、はい、対応天板な、あ、ちゃ、あ、あ、あ、対応可能な天板の厚さ5センチです。そしてアームの高さ33センチ、アームの横の幅33センチ、こちらが、アーム、マイクブームアームがついてます。これは一般的なアームです。はい、そして先ほども紹介した RGB ライト、こちらがスタティック単色モード、グラデーション呼吸効果モード、ダイナミック RGB フロー、まあ自分の好きな色にしてください。はい、ここまでちゃんとすごい、すごくすごくすごく分かりやすい説明でしたね。うん、動画の中にね、何度も何度も最後まで見てねって言われて、なんだこいつって思ったでしょう。お待たせしました、俺もやっと言えます。はい、今回ね、このファインファインさん AM8T 最後まで見てくれましたか？はい、今回こちらファインファイン AM8T、 このコスパ最強の最強のマイクを使ってほしくて、2名様にプレゼント企画をしたいと思います。こういう時に使えばいいんだな、こういう時にボリューム調整を使えばいいと思う。うん、でね、応募条件なんですけれど、俺、そしてファインファインさんの公式アカウントフォローしてください。はい、フォローしてください。フォローしてもらいまして、そして X の方のね、企画ツイート、こちらをリツイート、いいねしてください。その中から俺が2人選ばせていただきますので、たくさんいいね、リツイート、フォローよろしくお願いします。